ちょっと自己紹介しましょうか。はい、最初にちょっとだけ一応似てないんですけど、はい、ちゃんと僕たち兄弟で、ビジネス兄弟じゃなくてね、堂本兄弟的な感じではなく、はい、ちゃんとした兄弟、はい、なんですけど、僕が兄の健太郎です。よろしくお願いします。そして弟の浩次郎です。よろしくお願いします。はい、早速1曲目弾かせていただいたのは、このアルバムの1曲目でもある、ブレディア・デ・パデルという、僕 の、 父親もフラメンコギタリストなんですけども、その父親から受け継いだ曲を、弾きました。そして、一部はちょっとトーク少なめで、ここから3曲続けて弾こうと思うんですが、ここから3曲は、次がリベルタンゴですね。アルゼンチン、タンゴ、ピアソラの、ね、名曲のリベルタンゴを僕たちアレンジした。こちらもね、フラメンコから。で、その次が赤とを、フラメンコアレンジした。これは一つ前のベストアルバムに、収録されている曲なんですけど、そちらになります。で、その次、トリステーザという、こちらもネオフラメンコからの、ブラジルのね、サンバの曲なんですけど、こちらもフラメンコアレンジをさせていただきました。この3曲をね、連続で弾くのですが、それにあたって、今日のスペシャルゲスト、ね、パーカッショニストをお呼びしたいと思います。カンさん。というわけで、カンさんね、今回のツアーからね、全参加ということで、先日、2日前にですね、名古屋初日を終えてきたんですけれども、その時も大活躍してくださって、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、リベルタンゴから3曲続けてお聴きください。